あんたは強い。あんたは負けない。将来の夢は火影を越す。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ君を連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを愛してる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私も俺が人道だから。この左目の回収が済んだら、こんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。なら、そんなことさせるはずないだろう。カカシ、奴は？クロゼツという名前以外、実はほとんど情報が手に入っていません。ただ、オビトとマダラの配下として、いろいろと暗躍していたようです。だが、ここに来てオビトを裏切った。ええ。つまり奴は、元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生！サクラ！一体どう、ナルト！ナルトの中のキュービが抜き取られて、このままじゃ！だから、四代目様、あなたの俺のキュービを与えればナルトは助かるんだね。はい。大丈夫、すぐに助けてあげるよ。甘いな。そのキュービを奪われてしまった。これでナルトは死ぬ。すなわち戦争も終わりだ。あとは俺の時間だ。マダラ様。遅いぞクロゼツ。こちらから出向いてやったわ。カカシ、あの姿は？はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません。ですがこいつらからキュービを奪っておきました。いいだろう。左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ。マダラ様がいる限りお前らは何も。
貴様、まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもない、マダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し、無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎん。チャクラは争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だからだ、俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない。こっちへ来い、マダラよ。今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。貴様、おかげってのは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺はほかげを語りたかった。もうわかっただろ。お前は内葉オビトだ。これはいただく。カカシ、ナルトを時空間へ運べ。そういうことか。俺もだ。出せろ。迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできん。この俺がいるからな。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。
二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ、それだけだ。分かった。それでナルトは助かるんだな。ああ、任せておけ。そして今回は俺がメイン。ここからは俺がメインで行く。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。手荒になってしまう。まあ仕方ないだろう。あとは頼んだぞ。よけな。愚かな行為だ。あとは頼んだぞ。オビト、お前も陸上の世界が失敗していると分かっているはずだ。陸上が広げたチャクラとは本来つなぐ力のことだ。その力を忍衆として解き、人々に伝え導こうとしたのが陸道仙人。あとは頼んだぞ。手触りだ。準備 OK だ。
れで行くぞ。はあ、させん。カカシ、オビト。今回ばかりはいい時に来てくれたよ。ガイ、なんとか間に合ったな。なぜだ。あの速度なら飛べなかったはず。そうか、2つのカムイを使って倍のスピードで飛ばしたわけか。考えたな、畑カカシ。あとは頼んだぞ、オビト。大丈夫だ、俺がナルトを助けてやる。信用できるの？俺は昔からまっすぐ歩けなくてね。だが、やっと。たどり着いた。ガイが来てくれたのか。で、カカシよ、ナルトはどこだ。ここで戦っているんだろう。ナルトは今別の場所で治療を受けている。あとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをする。いいな、ガイ。いや、一人でいい。ここからはこの青き猛獣が引き受ける。威勢の良さは認めてやる。それだけだ。おお。しかし、たった一人で七に踏み込むと。七であろうが、そこに道があるから、どこまでも突き進む。それが、ファイトガイという男だ。面白い。
体術を使いならば戦乱の時代に5万といた。所詮お前はぬるい世界のぬるい忍び、拳も石も全てぬるい。こいつ俺の体術を受けても平然と。せいこっちだ。ドリュードリュー決まった。よしドリュー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 。せいおお、まだやるか。その
粘り強さはなかなかのもの。もう終わりか。ガイ、大丈夫です。リクか。よかった、間一髪だったね。多少は踊れたようだが、俺には通じなかったな。さて、これからどうする？さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら、次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ？この葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を？ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか？お前はもう見せてくれたからな。たとえ忍術や幻術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください。今こそ自分の忍道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の忍道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。ボス、証拠りもなく。心よ燃えよ、魂よ吠えよ、今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとき。第8指紋かーい。八指紋遁光の陣。面白い。
が先か。最後の戦いは、この拳が震えなくなるまで存分に楽しむ。耐え切ったぞ。この勝負、俺の勝ちだ。なんだ、この感じは。これがガイの最後の技だ。
イ先生、ガイ先生。あれは何だ。それによくよく見ると指紋を開いたにもかかわらず体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。これならまだ。本当ですか。リ君、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。誰かがガイを助けた。一体誰が。この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も。貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻きナルト。